鬼滅の人形劇赤ずきんたん。昔々あるところに男の子がいました。男の子は行明さんが作ってくれた赤いずきんがお気に入りなので毎日かぶっていました。だからみんなから赤ずきんたんと呼ばれていました。ある日赤ずきんたんはねずこから病気の行明さんの家にお見舞いに行くように頼まれました。赤ずきんたんが森の中へ入ると鬼にばったりと出会いました。どこに行くんだい？行明さんの家にお見舞いに行くんだ。お花を摘んでいったら？それはいいな。赤ずきんたんは寄り道をしました。その間に鬼は行明さんを食べてしまいました。鬼は行明さんのふりをして待っていました。お見舞いに行った赤ずきんたんは不思議に思って聞きました。行明さんのお耳どうしてそんなに大きいの？お前の声を聞くためさ。どうしてお目目がそんなに大きいの？かわいい顔を見るためさ。どうして行明さんお目目が見えないはずなのに？ドキッ、バレたら仕方ない。いただきます。鬼が赤ずきんたんを一口で飲み込もうとした時です。騙されたな。俺は赤ずきんたんではない。なんと鬼殺隊士が赤ずきんたんに変装していたのでした。鬼は気絶し倒れました。その時応援の鬼殺隊士が到着しました。行明さんが食べられてしまった。鬼殺隊士は刀で鬼のお腹を切りました。行明さんが出てきました。もう寄り道はしません。赤ずきんたんは行明さんと約束しました。めでたしめでたしなわけありませんよね。うむ、悪いことをしたら罰を与えないと。そうだな。うんと懲らしめちゃいましょう。お、胡蝶本気だな。赤ずきんたんと鬼殺隊士は大きな石を運んできて、鬼のお腹にいっぱい詰めて、針と糸で縫い合わせておきました。
やがて目が覚めた鬼は、ああよく寝た。鬼殺隊士の連中がいないな。喉が渇いてきたな。水でも飲むか。川のほとりに行くと石の重みで川に落ちてしまいました。助けて。行明さんは赤ずきんたんが持ってきたケーキとワインで元気になりました。今度こそめでたしめでたし。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。